今日はこっちのエリアです。この続き。ここにトンネル。全体的なバランス崩さないように注意しながらやってみたいと思います。レイアウト、仮レイアウト取ってここも実は今回のレイアウトで一番重要なところ滝でも川でも池でもないんですよ。トンネルなんですね。トンネルの中を川が流れるっていうレイアウト。大事なのはどの角度から見てもいいように。どの角度から見てもいいようにですね。です。ということで今回これを使おう。断熱材。ちなみにウレタンフォーム固まっちゃった。まだ半分ぐらい残ってると思うんですけど固まっちゃった。使えません。この素材もよく使われます。加工ができて便利。自分今回初めてかな。そうか、大きさから周りかけなく穴の大きさ、これだな。これトンネルの長さ、あるいは距離。どうかな？ちょっと高い？ということは肉付け。あんまりね、もうギリギリですの。シリコンで、全体的に黒く塗ります。それから考えます。大体いいかな。後でかな。上だけ確定させよう。角度大事ですよ。こうかな。よし、全体的なバランス。加担してません。これで肉付けできます。大丈夫？貼り付け方式。形の修正。よし、大体形ができたんでこれで周辺部やっと取り掛かれます。でこの奥、あ、ちょっとここが一番大事ですから。やりづらいんですけどこれしょうがない。おそらくここは覗かなきゃ見えないところ。あばどの角度から見てもいいと。ここはちょっと保留します。こっちとの兼ね合いなんでね。最終的には植物苔あしらうそんな感じだと思うんですよね。そしてやっとここ、ここはまた下との兼ね合い。お魚の隠れ家。でこれ全部埋めちゃうと真っ暗？真っ暗。
っていうか前もねちょっと暗いんですよ現在の照明なら。ちょっと待ってね、変わるかな、こだわんなくていいかな。お魚の隠れ家っていうんですか、2つあるんですよ。なるほど、ザ・ワールド。単純に照明埋め込むの、後でね壊れたら大変なんで、自由にそうしよう、そうします。ということはこの中ちょっとだけ手直しして、だいたいこんな感じでソイル地帯、バランス、全体的なバランスちょっと違和感、おそらくねここだと思うんですよね。ここ植物を置いて確認、そうですね、そうか、了解。よし、これでだいぶ違和感なくなりました。OK、 現段階ではこれでいいです。あとはこの中、ちょっと暗いかな、ちょっと待ってね。いや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 、さすがにこれダメでしょ。仮にね、仮にここのラインを大事にしたいんですよ、とりあえずね。ということで、よし、ちょっとお化粧します。なんかこれ存在感ありすぎて別なテーマになったんですけど、今日はトンネルです。トンネル、覗かなきゃ見えないトンネルなんですよ。それをやりたいんですよ。で、他の角度から見ても違和感ないつながり、今のところうまくいったんじゃないのかな。はい、これ水流してみてまた微調整あるかもしれません。一応メインのガジュマルだけセットして、こっちはまだあれですよ。行きますよ。行きます。スイッチ。オン。お。スイッチ。オン。さらに、どうかな、うまくいったんじゃないの。このライティングも
キラキラしてますよ。キラってる。いやー素晴らしいな、素晴らしいわ。この角度ほぼ私の目線です。いやーやっぱりトンネルやって正解。またねこの続きどうやってつなげていくのか、あるいはこの浮島、あるいはこの壁掛け、あるいはこの浮遊大陸、以上トンネルの中を川が流れるでした。ありがとうございました。